小型貸切車鹿児島交通観光バスとは、鹿児島県鹿児島市に本社を置く貸切バス専業の事業者である。鹿児島県薩摩、大隅、種子島、薬島などの交通、観光事業者各社とともに、岩崎グループを構成している。2006年9月1日から一部の貸切バスが、解散した南九州バスネットワークから移管した。また、 2007年4月頃より高速バスも担当している。過去においては2011年3月より新幹線リレーバス新八代都の城線も担当していた。校舎は、基中点とも鹿児島県外となる路線であった。新幹線リレーバス新幹線リレーバスは宮崎県都の城市と熊本県八代市の新八代駅とを結んでいた路線。 九州新幹線全線開業に合わせ2011年3月12日より運行開始したが、2012年9月30日の運行をもって終了となった。美濃原、自衛隊前引く、市役所前引く、広口デパート前引く、北原町、4モール見える前引く、保健所入り口宮古野城高線前から、宮古野城北から、新八代駅運行担当運行本数。 所要時間使用車両いずれも4列、シートトイレなし尾行本路線は座席定員制で予約不要。支払いは現金のほか、3区パスが全休終盤のみ使用できた。このほか、岩崎 IC カードも使用可だった。岩崎グループ各社、ありがとうございます。